はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラです。今日はですね、開口言葉巧みな博打打ち極上、こちらの方をね攻略していきたいと思います。ステータスはね、ご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー&アタッカーのタロスケですね。三物、俺が戦うで、そして壁コンですね。そして、ジョナサンですね。ジョナサンが先導結ばれし愛をつけています。生命時期がねちょっと使いたいっていうところだったんで入れてますが、もしかしたらいらないかもしれないです。そしてまたスキル要因ですね、カメオですね。怖くないぞと、結ばれし愛をつけてます。そしてチャカですね、こちらも、育成枠ですね。喧嘩愛をつけてます。もうほとんどあのタロツケのね一人旅だとは思うんですけどね。そしてフレンドにはンドゥールを迎えてます。では参ります。この開口はね、はっきり言って簡単なんですけどね、威圧ブレイクがあるかないかでかなり難易度が変わってくるっていう開口ですね。もう威圧持ちさえ持っていれば本当に楽ちんな開口だと思います。初手は終わりました。まあね、カメオに怖くないぞつけてるんですけど、もしかしたらこれもいらないかもしれないですね。タロスケ持ってると急に闘志が湧いてきたぜがあるので、これのおかげでね CS の消費があまりないので楽ちんにね進めたりしますのでね、もしかしたらいらないかもしれないです。まあ何よりでもこの開口ダービーですねはエキスパ配慮の時にね、非常に私役に立った使わせてもらったアビリティなのでね、ぜひともアビターンされてない方はアビターンした方がよろしいかなと思います。してて損はないんですけどね、まあ使う機会がほとんど限られてるんで、なかなかねいいとは言い切れないんですけど、持っておいて損はないアビリティの一つだと思います。さあ2ラウンド目のゾーンがやってまいりました。まあね、増援もそうですけど、先制攻撃がね、いないので、非常に楽だと思います。ただ、このね、広大なエリアスキルですよね。威圧なんかはもう本当に、威圧耐性持ってないとね、本当にめんどくさいですね、これは。タラスケ、引けてよかったっていう感じですけど、タロスケって出てくれなかったりするんですよね。私も本当に出なくて困ってましたから。おっと、インドール
あったんですね。10ヒットコンボカウンター持ってたんですね。気づいてませんでした。もうね、タロスケがリーダーなんで完全セーブなんで状態異常とか本当関係ないんで、何も考えずにやってしまうっていうところがあるんで、ちょっと気をつけたいですね、私も。はい、3ラウンド終わりました。そして4ラウンド、もうこれで初見でやられるっていう方も多いんじゃないかなと思います。私もこれで何度かやられた記憶があります。ですので、まあゆっくりと倒していきたいと思いますが、もう結構ね、壁コンもあるし強いので、あ、もう倒しちゃったんですね。もう本当このパッツだけはっていう感じでしたけどね。ああ、本当に威圧持ちがいいでありがたいなっていう感じです。本当道中はね、ナイフとか。ジョースケとかで十分やっていけるとは思うんですけどね。最終ラウンドだけはどうしても威圧体制持ってるキャラクターじゃないとね、倒しようが攻略のしようがないっていうのもありますからね。本当に ただただ面倒くさいっていう回答ですね。はい、そうこうしているうちに最終増援も倒しちゃいました。うん、結局はジョナサンいらなかったかもしれないですね。はい、ではですね、クリアしました、最後まで動画見ていただいて誠にありがとうございます。ではですね、またどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラストの回